ラッセオッテセンは、ノルウェー南東部アーケシュフスンス県オースコグ出身の元、スキージャンプ選手。1991年に、スキージャンプワールドカップデビュー。1992年アルベールビルオリンピックに出場し、ノーマルヒル、ラージヒルともに45位だった。1994年、地元開催のリレハンメルオリンピックで、ノーマルヒル個人銀メダルを獲得。 1993-94シーズンのジャンプ週間で、オッテセンはチームメイトのエスペン、ブレーデセンが総合優勝争いにおいて、ドイツのイエンス・バイスフロクに勝つために役名たき、役割を演じた。第4戦ビショフス方編の2本目、最後のジャンプを前に、バイスフロクは8ポイントのリードを持っていた。最後のジャンプの飛躍順は、ブレーデセン・オッテセン・バイスフロクであった。 ブレーデ船は121.5メートルを飛び、バイス付録が上回るには117メートル以上飛ぶことが必要となった。ここで、追って船は、風の状況が悪くなるまで、不当に長くスタートを引き伸ばした。バイス付録は113.5メートルに終わり、総合優勝を逃す結果となり、後に、この不正に対して強い不満を表明した。1995年、カナダ。 サンダーベイでの世界選手権では、ラージヒル個人で4位入賞している。ワールドカップでの優勝はなく、2位が3回3位が6回、ある。また、スキーフライング世界選手権では5位に2度、入賞している。2001シーズン限りで現役を引退し、ノルウェーノルディック複合チームのジャンプコーチに就任。2004年から、USA ノルディック複合チームコーチを務め、 2006年には同チーフコーチに就任した。ありがとうございます。